いいこれ聞いてくれ。ガト後ろにこの鳥やつがいい人つ入ってるよ。いますね。え、本当に聞こえる？ちょっとさ、一回確認して。熊谷やん、熊谷。聞こえる、聞こえる。よかった。さっきは皆さんすいません。よかった。皆さんすいません、さっきは。マジで。無言ライブしました。しっかり質問返したのに。しっかり質問返したのに無言ライブしてました。本当に申し訳ないです。あ、それ3月ぐらいです。本当にごめんなさい。ゴーゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーありがとうございます。毎日何スイングしてますか？自分は何スイングって決めないで、30分だったら30分とか、1時間だったら1時間って決めて振ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。誰どれだろう、投手の練習もしてますか？してます。こんばんは。おめでとうございます。カープの印象どうですか？カープは活気があってやっぱ地元から愛されてるなっていう、めちゃめちゃいい球だと思ってます。広島で待ってます。待ってください。ありがとうございます。広島早く行きたいですね。言うた。あ、言うた。千葉君めちゃめちゃ期待します。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。中学時代に対戦。中学時代に対戦したの光栄です。覚えててくれてるの。中学校時代は無名ですけど、トネショー野球部 OB です。頑張れ。ありがとうございます。赤似合いそうですか？まあちょっと、わかんないんで、ちょっと皆さんに。判断してもらって、おめでとうございます。カープにしまって、いや、めちゃめちゃ嬉しかったです。聖夜になってね、聖夜さんになりたいと思います。聖夜さんには本当に憧れてるんで。プロ野球なら緊張しますか？緊張します。めちゃめちゃ。背番号何番がいいとかありますか？ 51 番がいいです。小園海斗さんが、6はいたからね。6になったら、そうですね、51番がいいです。正門ボイスいつもいい試合してるのが嬉しい。ありがとうございます。小坂さん。小坂さん。小坂さん。誰？内田君のエア冗談かっこいい、投稿してほしい。小坂君は本当ですか？女がって送っていい？清水君と連絡取りましたが。影響力やばいから。清水、かなつとは、ドラフト会議後、電話しました。画面暗くないですか？壁。ちょっと。映すの恥ずかしいんで一応暗くします。ここに質問来てね。うん、あ、ほんと前と年少で練習試合した時めっちゃ施設良かったです。確かに施設はいいです。はい、けどリクエスト来てるよ。ほんと誰だろう、うん、広島来たら、うん、広島来たら何しますか？小坂君の野球します。え、誰なの？タオルとサインボール送ってね。え、誰牛タン小沢君を応援すると小沢君のプロを見たいな、うん、誰マジで。おめでとうございます。カープでも頑張ってください。ありがとうございます。清水君と一緒ですね。カナツと一緒は仲がいいんで本当に嬉しいです。カナツ見てるの？あ、これユーリってあれだ、新潟なんちゃらの。これ絶対マインスタフォロー来てた。コウミから群馬の正門行ってるのめちゃ有名でしたよ。サインください。本当ですか？けど多分自分じゃなくて兄の方が多分有名でした。新井監督にはもう会ったんですが、まだ会ってないです。水曜日指名挨拶があるらしいです。私もヤクルトファンですが、広島もうこれからは応援します。ぜひみんなカープ女子になってください。僕も練習行きます。これからの練習お願いします。ん多分それはちょっと YouTube 見てます。誰か調査書は何球団から来てましたか？こうやって言っていいのかな？いいんじゃない？あ、10球団から来てました。調査書は。野球部のお仲間と喜び合ってる動画見ました。すごい素敵なお仲間ですね。応援します。本当に恵まれました。保坂くんのプロも見たいです。はい、マジで。いつ来る？広島。まだわからないです。
癒着のユニフォーム着て応援行きますね。ぜひお願いします。癒着の背番号決まったら買おうと思ってます。ぜひ買ってください。ちょっと似合うか分かんないですけど、あ、カナダもらってたんですか。誰かにつなげてもらえたらいいですね。そうですね、本当に聖夜選手と一回と一回でも話してみたいです。おめでとう、ありがとう。カープファンです、頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。サインください。いいよ石井空とは仲いいですか。仲いいというかあんま話さないですね。1年生頑張ってください。ありがとうございます。試合言うのは心強いですね。しかもカナとで仲いいっていうのが嬉しいです。内田選手のポジションはどこですか。自分はファーストとピッチャーをやってましたけど、外野とか内野も守ってます。 DM 待ってます。すいません、ちょっと多くて頑張って返します。おめでとうございます、ありがとうございます。広島のお好み焼きうまい系のパイセンらに連れてってもらいなさい。いいよ、ありがとうございます。めっちゃ自分方言好きなんで、いろいろな方とお話ししたいです。正代くん、正代おめでとう、ありがとう。正代くん、マニアくんと保坂くんのプロが見たいです。行ってくれると信じてます。サイン待ってるよ。夢が来た、夢か。鈴木誠也選手がつけてたから51がいいんですか。そうです、ありがとうございます。正代くん絶対応援行きますね。ありがとうございます。正代くんおめでとう、ありがとうございます。あった 50… 正代サインちょうだい。ぜひ、群馬のナンバーワンサウスポーは誰ですか。群馬のナンバーワンサウスポーはトネショーのナスキンヤです。これは間違いないです。トネショーのナスキンヤはマジで打てないです。胴上げされた時どんな心境でしたか。なんか落ちないかなみたいな感じです。銃はえぐい。あのキャッチャーの大沢くんはプロありますかね。ちょっと厳しいかな。おい横んねんこれ。カープの選手に会えるの楽しみですか。めちゃめちゃ楽しみです。あとファンの方とか交流とかもめちゃめちゃ楽しみ。登場シーンの演出良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。カープファンの同級生です。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。サード練習してますか。めちゃめちゃしますよ。今ショートもやってますし、セカンドもやってますし、外野とかキャッチャーとかもなんかいろいろやってます。頑張ってください。ありがとうございます。カープファンです。親友に1号は弱入手する予定です。本当ですか。ぜひ頑張ります。サードできそうですか。期待します。サードいける気がします。もうがっついてがむしゃらに元気出してピッチャーを盛り上げようと思います。森田誠也いる、いや今いません。今みんなに自慢しよう。別にこれからです。応援します。ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。すいません。カープファンからは何て呼ばれたいですか。何がいいんだろうね。違う、そういうのは決めてもらいたいです。翔くん、どこの球団のファンでしたか。いや、あんまり最近はどこのファンっていうのはなかったですかね。おめでとう、ありがとうございます。ニックネーム教えてください。まだないっすね。自分中学校とかも付き合ったことなくて。石田の元中です。元中がいた、行った高校からプロが出るのはそれでもセンクスが話聞きます。本当ですか。仲良くしてやってください。苫小牧中の斉藤君と二松学舎の辻君と対戦したことがありますか。いや、ないです。話したこともないです。来年内訳のユニフォーム、本当ですか。お願いします。内訳のユニフォーム買って絶対にしに行きます。ぜひ来てください。一日どのくらい食べますか。自分は中学校の時は体を大きくするために10食以上食べてました。えぐいだろ。登場曲何するんですか。秘密です。カープファンになります。ぜひなってください。カープファン、カープの選手で対戦したことある選手いますか。カープ、いや、ないです。清水かなとはあるんですけど、フォアボール出した。練習好きですか。好きです。野球が好きなんで。ヤクルトや。よく東京ドームとか見に行くので球場で見られるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。応援歌で違うと思います。応援歌で違うが分かんないですね。カープは、なんとか、カープ女子になってください。広島には来たことありますか。あります。修学旅行で行きました。第2の鈴木誠也として期待します。ありがとうございます。鈴木誠也選手の何恥じないように頑張ります。最初の細坂くん、ナンバーホースになりますか。なれます。指名される自信はありましたか。自信はありました。けど、本当に言われてると、実感ないです。熊本前の斉藤くんとはもう連絡取ってますか。いや、連絡先は、
わかんないんで撮ってないです。応援します。ありがとうございます。早川さんと見ると同じ出るんじゃない。どういうこと。FA 取得しても鈴木誠也選手帰ってくるかもしれないし、出ていかないんでね、もう本当に頑張ります。広島とかあの長野とか群馬とか盛り上げられるように精一杯があります。一発ギャグとかやりますか。いや、あんまやんないですけどね。目標としている選手はいますか。鈴木誠也選手です。あとはピッチャーとしては、あの今ソフトバンクの一軍コーチのあの斉藤和美投手です。カープ指名おめでとうございます。ありがとうございます。旦那がお父様に広島出したいね。旦那がお父様にお知らせ、夫婦でお願いします。ありがとうございます。今からカープ女子です。ありがとうございます。カープ女子最高だね。カープ女子にぜひ。カープ男子でも好きになってください。もちろんすそこにいますけどカープ女子です。カープ女子じゃないで、これはあの男子ですね。お兄さんと仲いいですか。いいです。で、都内商って組合率高校なんですよね。そうなんですよ。都内でまた学校組合率都内商業高校っていう。そうね。都内で、あ、そう、あってます。いつ広島に来ますか。いや、まだわかんないです。いつじゃん。二軍は秘境にあるので、早く一軍に行くよ。秘境って。秘境だな。秘境にあるので。最後顔見せて、いやちょっと恥ずかしいです。長野出身じゃないけど長野在住なんでカープに指名されてよかったです。ありがとうございます。カープで話してみたい選手はいますか。カープで話してみたい選手、新井監督と話してみたいです。俺はヤッホー。2軍の量はご飯が非常に美味しいらしいです。おすすめは唐揚げとちゃんじゃらしい。ちゃんじゃって何？ちゃんじゃ焼きね。ちゃんじゃ焼き。何ちゃんじゃって？なんかあれじゃん。ちゃんじゃって何？ちゃんじゃってさ、なんかあれだよね。対戦したい投手＆野手は誰ですか？千賀投手とか柳田選手とは対戦してみたいです。ドラフトで名前呼ばれた時どんな心境でした？一安心でした。鮭入ってるじゃん。鮭。来年中に一軍で見たいです。頑張ってください。出られるように頑張ります。トネションの細川くんの顔みたいです。尾形真人くん頑張ってください。ドラヤンの清水くんと仲いいです。元トネジのマネです。頑張ってください。めっちゃ応援します。ありがとうございます。同級生の女子はカープ女子になってくれましたか。いや、わかんないっす。女子とあんま話さないんで。広島グルメも楽しんでください。マジで楽しみです。ユニ絶対買います。頑張ってください。本当ですか。ありがとうございます。カープ来てくれてありがとう。いやいやいや、カープ呼んでくれて本当に感謝です。締め挨拶はこれからですか。水曜日にあります。カープに来てくれて本当に嬉しい。いや、もう本当に指名してもらって嬉しいです。プレイも、ビジョン映像も、せいやに選択していきたいと思います。ビジョン映像はマジ。間違いない。鈴木選手しかない。ね。多分12月に入団発表会見がありますので楽しみにしてます。本当ですか。ちょっと12月までに。頑張ってきます。めちゃくちゃ応援します。ありがとうございます。学ランを出してもらそうですか。わかんないです。プロ頑張って応援します。ありがとうございます。聖夜選手が最初つけた背番号51になれたらいいですね。本当に51はなりたいです。トネションの中で一番モテるのは誰ですか。いやー、わかんないです。同じくドラフト2位の古川くんや西村くんは意識しますか。いや、まだあんま実感がわかないんで。わかんないです。あんま意識しないです。背番号は何番つけたいですか ?51 番です。どの人は修学旅行どこに行くんですか。もともとシンガポールだよね。え、もともとシンガポールだよね。どの人修学旅行。違うよ。あれ、台湾だ。台湾だよ。もともと台湾なんですけど、もともと台湾なんですけど、あの、コロナで行けなくなって、その代わりに、ユニバとか、広島行きました。お菓子何が好きですか？グミが好きです。ビジョン映像、鈴木先生に変顔を見せてください。頑張ります、マジで。そこは。本当に。カープで頑張ってください。ありがとうございます。ちょっとだけ冬のキャンプに会いに行けるように受験頑張るので応援してほしいです。受験は大変だと思うんですけど、くじけずに頑張ってください。キャンプで待ってます。広島に来て最初にしたいことって何ですか？お好み焼き食べたいです。犬好きですか？めっちゃ好きです。生きられて嬉しかったです。カープファンになりました。ありがとうございます。カープファンになりました。
早くカープの日本に来てる姿見たいです。自分も早く来てみたいです。千田さん選手と連絡は取りましたか？もう電話しました。じゃ内田さんのラッキーカラーは何ですか？黄色か、もう赤、黄色？赤でしょ。もう赤です。大きくなるために努力しましたか？もちろんです。いや、もう十何食とか食べてました。ドラフト同期のメンバーとはもう連絡取ってますか？清水かなととは取ってます。ここの時一回は対戦したかった。頑張って、ありがとうございます。やっぱり仲間と離れて広島に行くのはちょっと寂しいですか？まあ自分は高校から仲間に離れていったんで、まあ、そこは慣れっこかなって思います。ドラフト同期で一番最初にホームラン打ってください。もちろんです。ポジションどこ指名ですか？なんか内野手で呼ばれたんですけど、投手兼内野手って書いてあったんですけど、なんかドットコムだと外野手って書いてあって、もうどこかわかんないです。もうユーティリティになっちゃってます。なんかよくわかんないです。プロおめでとうございます。ずっと応援します。ありがとうございます。どんなところをアピールしたいですか？元気があるところをアピールしたいです。グラブ何色にしますか？キャバッチバチのカラフル。ちょっと金とか攻めたいですね。サード練習しますか？もちろんです。黒キャメル。プロで具体的な目標数字ありますか？3割30本30通り。鈴木誠也選手の数字全部塗り替えます。サード空いてますよ。頑張ってアピールします。いやいやいや、広島選手みんないい選手で本当に頑張ります。カープからは野手としての評価が高いみたいですが、二刀流へのこだわりはどれくらいありますか？二刀流はやっぱり高校から続けてきてやりたいと思ってるんですけど、けどやっぱりその球団側から頼まれた方で割り切って頑張りたいです。村上選手超え目指しますか？いや、鈴木誠也選手超え目指します。最初は対戦してる。プロでは野手一本ですか？二刀流を目指してます。バッターボックスに立った時のポーズ、プロでも続けてください。ルーティーンなんでプロでも続けます。鈴木選手の実習で参加したいですか？めちゃめちゃしたいです。鈴木誠也選手とは話してみたいですし、もう会いたいです。信じよう、取ってください。もちろんです。任せてください。頑張ってください。応援します。ありがとうございます。好きな食べ物何ですか？お母さんのおにぎりです。自分の長所は何だと思いますか？元気があるところだと思います。あとは野球が大好きなところですか？ちょっと30分になったらやめます。カープの試合見たことありますか？もちろんあります。身長を大きくする方法は何ですか？ハイヒールを履いて盛ることです。今のカープで好きな選手は誰だろう。いい選手多いからな。みんないい選手やんね。長野選手とか好きです。秋山選手とか。カープに呼ばれるように頑張ってください。応援します。ありがとうございます。ダラフトで指名された時どんな気持ちでしたか？もう本当に一安心で、やっと夢叶えられたって思いました。吉永兄です。広島行っても頑張ってください。ありがとうございます。ケイの兄ちゃんです。カープで付けたい番号ありますか？51番です。ぜひ将来の4番目指して欲しいです。目指せ OBS1。 ありがとうございます。マジ頑張ります。鈴木綾瀬誠也選手超えを、清水選手のバッティーも楽しみにしてます。カープは本当に組みたいんで、マジ頑張ります。広島行くまでにしておきたいことありますか？何ですかね。広島行くまでにしておきたいこと、ちょっといろんな人に会って挨拶回りとかしたいですね。マツダスタジアムの印象はなんか太陽がすごいって聞きました。あのセンターの結構綺麗なんですか？カープの練習もついていけそうですね。もうがむしゃらにしがみついて頑張ります。おすすめの曲ありますか？自分はなんですかね、湘南の風のビッグアップとかいいですよ。カープの新首脳陣見ましたか？まだ見てないです。あとで見ます。サインってもらえますか？全然もらえます。おにぎり好きな具は何ですか？鮭です。インタビューで緊張する時とかありますか？あったらどのようにほぐしていくか教えてください。慣れですかね。インタビューは多分慣れだと思います。慣れすぎてるでしょ。ヒールテレビ行きすぎて。ユニ絶対買います。キャンプも行きます。待ってます。キャンプぜひ会いに来てください。
矢君からしたトネショーの同期はどんな存在ですか。もう本当にいい仲間でした。本当に死んだやつみたいな。清水先生いつが長いんですか。どのぐらいですかね。高校入ったぐらいかな。カープの新ユニフォーム見ましたか。見ました。めちゃめちゃかっこいいっす。ちょっと30分になったんでやめます。入団会見1ヶ月後ぐらいにあると思うので楽しみです。はい、ぜひ楽しみにしてください。ではやめます。広島弁って何？関西弁じゃないの？